達人スペシャルシリタでございます。すげーな、大物だ、大物だよ、でかいね、で顔がちっちゃいね、俺が一番最初にね認めた男だからね。何様なの、いや、俺誰、一番最初にこれ来るなって言ってたんだ俺、8年前に俺が、いや、もう本当小木君が大ファンで、もうああいうの楽しみにしてた。確かに、はい、ね、皆さん聞きたいこといっぱいあると思うんですけど、何かありますか。そうだ、 May I know? How old were you when you started to play soccer? 6歳くん、7、8、8ぐらい、7歳ぐらいの時です。7歳くらいの時です。7歳くらいの時です。7歳くらいの時です。地元のマデイラ島で始めました。マデイラ島、ゆみちゃん、なんか聞きたいことある？ What's your type of girl? 鼻で笑われましたよ。コンポスディゼレキ、あ、ここではちょっと言えません。言えないよ、好みの女性はって聞かれたんですけど、皆さん聞きたいことはいっぱいあると思うんですけど、はい、さあ今回ですね、impressive thing that happened、あ、ちょっと、はい、もうちゃんと知ってて、ロナウド選手がですね、ある達人としてお越しいただいてるわけなんですよ。何の達人だと思います皆さん？え、サッカーじゃないですか？それ、そっちなんですけど、それ当たり前じゃないですか。燻製、燻製、燻製だろ。何の達人なのか、まずは VTR をちょっとご覧ください。腹筋は6パックを超える驚異の8パック。その秘密は腹筋1日3000回以上。まさに腹筋の達人。この後ロナウド先生が驚異の8パック腹筋の作り方を教えます。うわー、すげえ。すごいよ。腹筋の達人。ロナウド先生、はい、腹筋の達人ゲームね。普段どんな腹筋のトレーニングされてるんでしょうか。確かに。キチプチトレーナメントとファーズでプラントレーナーをどうね。Ah, devo tentar ir ao ginásio um pouco depois dos treinos, do trabalho de campo, ir ao ginásio, fortalecer, nada mais. Manhã no treinamento, no ato, ni, eto, 必ず欠かさずジムへ行って、あの、鍛えてます。1日3000回の腹筋。3000回の腹筋。300回。300回。それでいいの？腹筋ちょっと見たいんですけど。それでベッドアップ。うわちょっと3点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 Chegar ao teu nível, mas mostrar como se faz para ter um abdômen mais ou menos. Para mostrar o exercício? Sim. Pode fazer assim? Nossa, sim, sim. Isso. この時腹筋どうなってるんですかね、ちゃんと。たどる。あ、もうカチカチです。今、デビューさん触らせてもらえば。デビューさん触らせてもらえば。デビューさんが来た。うわ、すごい。すごい。すごい。硬い。俺も触れてるから、俺も触れ。ワンパック。ヤギも行ったほうがいい。もう触らなくてプクプクじゃない。腹筋って言ったら水曜日はね、メンディーがいますからね。そう、僕ちなみに今これ実は僕これやっちゃってんすよ、これ。あ、何それ、何これ、つけてる、これ、何これ、雲が張り付いてるみたいな。これはどうやって使うものなんでしょうか。ajuda, ajuda com o abdominal, se torna forte se mantém. これは僕がトレーニングの中に取り入れてる器具の一部で、この完璧な腹筋をなるために手助けしてくれてる器具なんですよ。本当ですか。打ち合わせではこれを僕にくれるってことだったんですよ。プレゼンチャーはもちろんですよ。ただ使ってください。使います、使います。あ、今です、え、今です、今。え、何お前意地悪なこと言ってんだよ。ほら、クリスチャン・ロナウドだから。お前使うの、使うの、ありがとうございます、ありがとうございます。え、これ貼れんの？今の前、今の前、あれ、ちょっと
と今のね今のであの今のであの今のであるわけないだろロナウドの隣ロナウドの隣ベンさんもかなりの腹筋ですけどねあでもやっぱ全然違うなロナウドだいやちょっとすげえこれはやっぱすごいロナウドさあこの後クリスティアーノ・ロナウドさんからまだまだ続きますダメださあ今小木さんがトライしてもらっていますけれどもいかがですか？あ今止まった。これやったらこのお腹でもシックスパックになるんですか？なる？すげえ来てる。なるでしょ？これでなるんでしょ？シックスパック。セナのアメラどうなんでしょ？いやデュークさんもう全く一緒にはなりませんけど。ダメなんだこれ。で伊藤さんも腕にやってもらってますけどね。そう。なったけど取ったね。今聞いたら僕と全く一緒にならない。っていうかメンティーがダメだったら。うちにはエナミがいるだろう。エナミの腹筋。エナミ腹筋。ほらほらこれ。あれ見て。なんか分厚いよ。ああれグッドですよね。はい。ということでお忙しい中来てくださいましたクリスチャーノ・ロナウド選手でした。